東武鉄道といえば、あの浅草の方から鬼怒川の方、それから伊勢崎の方を結んでいるイメージがありますが、この東武東上線は一つだけ路線が孤立をしています。いろいろな種別の表示がありますね。階層にも赤い色がつけられていて、その中でひときわ目立っている川徳という紫色の表記、なんだか早そうな表記ですけれど、そいつに乗車をしていきたいと思います。東武東上線には土曜日休日ともに本当にね 1,2 本ぐらいしか上り下りで走っていない、そんな珍しい特急列車が存在しています。これね5番系列のやつだと思うんですけれど、川越特急と表記してあります。なんだか可愛い字体で表記されていますけれど、実はこの特急列車ねただ乗りできるんですね。乗車券だけで乗車することができる、つまりは特急券が必要ないんです。大手私鉄とかでも、まあ、特急という種別はもちろん存在しているわけなんですけれど、ただこんな感じで川越という地域名とかが入った、まあ、いわゆる特急列車に相性がついているその特急列車が無料で乗車することができるっていうのはなかなか少ないんじゃないですかね。この列車はね昼間に走るっていうこともあって、停車駅もちょっとね面白い感じになっています。後でご紹介いたします。川越っていうのはね一応観光地になってるらしくて、あの柏横丁だったりとか時の鐘だったりとか、あとは蔵造りの街並みが見える、まあ、観光地としても知られています。ちなみに僕川越が高校だったんですけれど、意外とね高校が川越だともう近いもんで、あんまり川越のその観光地街の方に行かないんですよね。あの京都の人たちがわざわざ金閣寺とか銀閣寺に行かないように、僕もね改めてそんなに観光したことはないなということをね、この列車乗車してあのねよくしみじみと感じました。ただ外国人観光客の方からはとても人気らしいですね。やっぱりね川越観光に焦点を当てている列車ということで、かなり川越の案内がなされますね。時の鐘やそれから柏横丁、蔵造りの街並みなんかいう、そんな感じの車内放送が流れて、もちろんね英語なんかでも放送されておりました。お隣にはたくさん成田エクスプレスが立ち並んでいて、ここで山手線や埼京線あたりとこう分岐をしていくんですね。列車はずっと走行して川越方面を目指していきます。速度的にはそこまで速くないですね。やっぱり京急とかあっちの方行ってると120キロですっ飛ばすのって当たり前のように感じてきますけれど、東武線はそこまで速いスピードではないです。80キロ台くらいでずっと走行して東武東上線を下っています。意外とこの川越特急はデビューしたの最近で、なんと2019年の3月デビューなので、まだデビューしてから1年半ぐらいしか経っていないんですね。そんな新しい車両、まあさぞかしね車内の広告もね川越の広告ばっかなんだろうなと思ったら、いやそんなことないんですね。全然なんかもう普通のなんかモデルルームだったりとか、あの美容系の広告とかもあって、いやこれ川越特急っていうぐらいだから、なんか川越の広告まみれなのかなと思っていたんですけど、全然ね予想に反していました。他の地域に住んでる方からすると、埼玉の川越って有名なんですから、皆さんはご存知でしたでしょうか。お戻しありがとうございました。朝霞台です。それ口は右側です。降りの際は忘れ物ないようご注意ください。次は川越に停まります。通過する四季、柳瀬川、水五台、鶴瀬、婦人の上福岡、新橋の各駅をいただくお客様、向かいが2番線に参ります。19分発各駅停車、森林公園行きにお乗り換えください。まさに川越特急っていうね種別がふさわしいと思うんですけれど、池袋を出発すると次はもうほとんど和光市とか成増とか、あそこら辺の副都心線にアクセスしている駅はすっ飛ばして、次は武蔵野線の乗り換え駅の浅香台駅に停車をするんですね。武蔵野線から川越来るお客さんも、まあ、川越に速達で到着させる、そういった意味合いがあるのでしょうか。この川越特急の何がすごいかって、東武東上線ってあんまり有料の特急列車ってのは運転されていないんですけれど、ただ平日とかに TJ ライナーというライナーが運行されていて、池袋から360円で座席指定券を購入して、でそこでライナーに乗車をして東上線を下ることができるという、まあ、有料列車なんですけれど、そのね金を払う TJ ライナーすら、池袋の次は富士見野駅っていうね川越の3つぐらい手前の駅に停車をするんですけれど、こいつはすっ飛ばすんですね。川越特急はその
富士見野駅を通過してすっ飛ばして朝霞台には止まるものの、でその次 TJ ライナーの停車駅である富士見野はすっ飛ばして次川越に停車っていう感じなんですね。僕はこの川越特急の停車駅表を見た時ね、びっくりしたんですけれどね、いやもうまさに川越特急という愛称がぴったりな列車だなと思って、もういかにもねすぐにお客さんを川越に早く連れていく、そのためには乗り換え駅以外の駅は全部通過して、で武蔵野線から川越に来るお客さんもいるだろうから、武蔵野線と接続している朝霞台だけ止まってもうすぐ川越というね、もうねこの列車の意図するところがもう全て停車駅に反映されていて、いやもう清々しいなと思ったぐらいですね。ちなみにこの川越特急の運行に際して、その川越の最も近い川越駅の発車メロディーなんかも総じて変更されているみたいですね。さあ次、有料列車の TJ ライナーすら停車する富士見野駅、その富士見野駅を通過するシーンを拝みます。この駅を通過するのはこの列車とあとは快速急行だけですね。いやいつも停車するこの富士見野駅を通過する感じたまりませんね。2面の駅になっていて4線を有しています。基本的には遅いタイプの準急がこの富士見野駅で先に停車をして、で急行に追い抜かれるという作業を行われているんですけれど、今回はもう無事に横をスルーして川越にひとっ飛びです。正面の座席のモケット部分には TJ ライナーご乗車ありがとうございますの表記、本来であれば座席着席券360円かかるのにもかかわらず、これタダで乗れてしまうこのタダ乗り特急列車の優越感というのは半端ないですね。ちなみにこの車両は TJ ライナーとか、あとこの川越特急で運行される場合以外は、この座席を反対側にくるっと回して、で向かい合わせになるようにして線路と平行になるようにして、その他の川越特急 TJ ライナー以外の普通の運用についています。意外とこのタイプの列車って私鉄に多いような気がしますよね。なんか TH ライナーとかね、あの東武と日比谷線直通のやつだったりとか、あとは他の割と鉄道会社、私鉄の鉄道会社にもこういう風になんか昼間はこう座席の向きを回転させて普通運用に走らせて、夜は座席をこうクロスシートにして、で有料特急で運転みたいな、ライナーとして運転みたいな列車もよく見受けられますよね。さあ川越駅に到着です。ごめんなさいね、あのね、あんなに発車メロディーが新しくなったとかほざいていて、発車メロディー取るの忘れてしまった。仕方ないですね。一応ね、川越特急というその列車名称は背負っているものの、川越終点ではなくその先の小川町の方まで行くみたいです。このオレンジ色の電車はカボチャと言われていて、僕が高校生ぐらいの頃はまだ主流じゃなくて、全然ね、あ、すげえ新しい電車だなって、そういう立ち位置だったんですけれど、もうこれが本格的に主流になっちゃいましたね。ちなみにこの川越駅の次の停車駅は川越市駅で、あの川越工場なんかもあったところだったんですけれど、今ね列車が停車しているところもうすぐ先に見えるんですね。もう本当に駅間はすぐ近いようになっています。蔵造りの街並み、懐かしい川越のこう高校時代にここをよく乗り降りしていました。毎日のようにこの改札をくぐっていましたけれど、最近はちょっと駅舎あたりがこうリニューアルされて、駅の内装もちょっと蔵造りの街並みに似せた黒色にこう塗装が変更されてリニューアルされています。それではありがとうございました。